あら、大量ですね。いい釣り場が見つかったんですか？これは夢か。マリアンの手柄だ。やはり才能がある。すぐにコツをつかんでいたよ。では久しぶりに焚き火をしましょうか。危険がありますから控えめに。グレン、魚をさばいてもらえますか？料理は私がします。では私は食べる準備をしよう。とりあえず顔を洗ってきてはどうですか？よだれが顎まで垂れてますよ。問題ない。ではジャマーの設置をお願いできますか？わかった。戻ってくる前に食べる気か？スノーホワイトが戻るまで待っていますから、安心してください。信じるぞ。マリアンはあそこで座るか横になって休んでいてください。あれ、お布団。近くに民家があったので助かりました。アークにいた時ほどではないですが、少しは心地いいでしょう。さあどうぞ。どんどん手際が良くなるな。成長は嬉しいことです。塩がないのは惜しいですね。マリア、大丈夫ですか？居心地は悪くありませんか？はい。焼けるまで少しかかるので休んでいてください。焼けたら起こしますから。休んでください。私たちがお守りします。寝つくのも早いの。それだけ大変だったのでしょうね。哀れな運命だ。これからますます辛くなる。ええ、人類の側に立つヘレティック、そう言葉にするだけでも得意な存在ですから、きっと厳しい道のりになるでしょう。何をしてやれるかね。私たちは一人でも耐えていける力、それを持たせましょう。これから2週間のうちにできる限りのことを教えなければなりません。いつか一人になる日が来るとは思っているのかい？その日は必ず来るでしょう。そしてその時、彼女がどちらに立っているか私は確信が持てずにいます。あの方がいる限り最悪の状況にはならないと思いますが、気がかりなこともありますから。そうか、私も同じ考えだ。スノーホワイトはどうだろうね。もう教え始めていますよ、彼女なりの方法で。心配はいりません。そうか。食べたか？スノーホワイト、静かにしてください。もう食べ始めたのか？いいえ、まだです。まだ火が通っていません。食べられるなら問題ない。美味しくないのは問題でしょ？いや、問題ない。あと少し待ってください。わかった。初めての味です。おいしいかい？はい。では私の分も食べるといい。いいんですか？ああ、食べておくれ。私の分もどうぞ。はい。あら、スノーホワイト、どうしました？私の分もやるべきか。
もう私たちの分をあげましたから気にせず食べてください。それにしてもよく食べるなあ。まともな地上の食べ物は初めてだろうから気持ちはわかるがね。これすごくおいしいです。受け取れ。これも食べていいんですか？ああ。いただきます。スノーホワイト、思考転換でも起こしたのかね。さすがにそれは。うまいか？はい、すごくおいしいです。骨も食べるのか？骨？この硬いところですか？これは食べたらダメだと思います。そうか。一つぐらいは自分で食べてもよかったのでは？いや、これでいいんだ。はい。このままずっと連れ歩くのはどうかね。私たちは常に危険と隣り合わせだ。それに普段は別れて行動しているだろう。今は特別というだけだ。分かっている。しかし持ち回りということにすれば。いけません。マリアには拠り所が必要です。まだ精神的に安定していませんから、支えとなる確かな何かがなくてはなりません。自分がいてもいいと思える場所ほど確かなものはないでしょう。マリアンにとってアークはそうなりません。追い出されて戻れるかもわからない場所ですから。もちろんエデンも考えられますが。エデンはダメだ。ドロシーがいる。そうか、仕方あるまい。弟子にでもしたかったのか？あら、まあ違うとは言い切れないが。まだ早い。私たちにはなすべきことがある。分かっているさ。欲が湧いてしまったようだ。許しておくれ。こういった土がぬかるむ場所はなるべく避けたまえ。沼があるかもしれぬ。私たちの重さではひとたびはまれば一巻の終わりだ。沼って何ですか？一度落ちたら出られない穴とでも考えておくれ。走って出ればいいじゃないですか。走れないよう君をたくさんの手が掴んでくると考えるといい。手があるんですか？誰の手ですか？本物の手ではなく、本当に手があるんですか？どうやって動くんですか？このような民家には役に立つものがたくさんあります。毛布や燃料として使えるものも多いですよ。これって泥棒じゃないですか？いいえ、もう持ち主のいなくなった家ですから。また帰ってくるかもしれません。それはありません、マリア。どうしてわかるんですか？見てください。まず家の中が埃だらけだったり、蜘蛛の巣が。ラプチャーは見た瞬間に倒さねばならない。どうしてですか？そうしなければこちらがやられる。どうして私たちがやられるんですか？ラプチャーは悪い奴らだからだ。どうして悪いんですか？悪いからだ。なぜですか？悪いからだ。この世のことはすべからく気の持ちようさ。心を落ち着ければ恐れるものなどないのだ。どうやって心を落ち着けるんですか？酒を飲めばよい。お酒ですか？そうだ、酒を飲めば
何もかも楽になる。はあ、私も飲んでみます。お、やってみるかい。あの、待ってください。民家を探すと本が見つかることもあります。かさばる上に重いので持ち歩くのは大変ですが、読んでみれば世界を見る目が変わりますよ。この本は何ですか？熱くて盲目的なもの第1巻。そんな名作中の名作がなぜこんな場所に。これを読むと世界を見る目が変わるんですか？もちろんです。見る目が変わるどころか新しい世界が開きます。じゃあ私も読んでみます。そうですか。では私が読み方をお教えしますね。よく覚えておけ。食べられる時に食べろ。食べられるものは何でも食べろ。食べられるかどうかどうやって判断するんですか？簡単だ。食べてみればわかる。じゃあこれは食べられるものですか？試したことがないな。じゃあ食べてみましょうか。よし、そうしよう。冒険心は大切だ。何でも試せ。はい。お願いですからやめてくださいね。グレン、何かね？お酒もっとください。さすがに飲みすぎではないかね。心を落ち着けなきゃいけないので、ください。一杯だけだよ。はあ、最高。スノーホワイト。なんだ。木くずとムカデを混ぜてお団子を作ってみました。おいしいと思います。けー傑作です。ポケットに入れておいたので、お腹が空いたら食べてください。礼を言う。ラプンツェル。はい。こういうゆらゆらしてる日って、まるでどうしたらいいかわからないみたいじゃないですか？あら、あらあらあら、どうして今まで思いつかなかったのでしょう。そうですね、本当にじらされているような。何かを間違えているような気もするが、気のせいであろう。お酒持ってこい。ラプンツェル、捕獲しろ。わかりました。一瞬で私の弱いところを責められるなんて素晴らしいです。お酒。マリアン、座る。嫌です。立ってます。なぜまた下着を外に着ている？別にいいじゃないですか。下着は外に着るものではない。動けます。言われてみればその通りだ。反論のしようがない。反論しておくれ。あれ、銃の弾丸です。食べられるかな。マリアンが食べてみます。銃弾は火力。なんと言えばよいやら。私たちは一体何を教えてしまったのか。
頭が痛いです。それに気持ち悪いです。指揮官、苦しいです。二日酔いのようですね。まったく、それで歩けるとは大したものだな。ラプチャーを目視した。大物だね。フォーメーションはどうしましょうか。前に出る。まったく、せっかちだね。私たちも行きましょう。ああ、行こう。最後に祈るがいい。信じる神がいるならな。ラプチャーは全て殺す。それだけだ。セブンスドワーフ、レディ、エンカウンター。デッキダウン。セブンスドワーフフルアクティブ、貫け。貴様らはここで終わりだ。勢いよく飛び出した割にはずいぶん手こずっているようだな。いや、もう終わる。それにしては傷が多いですね。ラプンツェルなら治せるだろう。もちろんです。ではバックアップを頼む。マイロー、スノーホワイト、行くぞ。ちょっと失礼いたします。決して崩壊することのないように。あ、祈りの効果が落ちてしまいました。天地万物を切るとはこういうことだ。普通も絶望もない世界、ガーデンオブシャングリラ。皆の衆、心ゆくまで楽しむがよい。決して崩壊することのないように。あ、祈りの効果が落ちてしまいました。リロード。決して崩壊することのないように。ちょっと失礼いたします決して崩壊することのないように。あ、祈りの効果が落ちてしまいました。ベンチ、セブンスドワーフ、火力集中、貫け。一つ残らず除去するのだ。決して崩壊することのない。もうすぐ肩がつく。ならば一気に仕掛け。最後まで油断はしないでくださいね。当然だ。はいよ。あ、祈りの効果が落ちてしまいました。ベンチ、セブンスドワーフフルアクティブ、貫け。ちょっと失礼いたします。クリア。なかなか手を焼かされたな。それにしても
今までおとなしかったラプチャーが急に顔を出すとは、何かあると思わないかね。サーナ、ではスノーホワイト、あとは頼む。お願いします。ああ、マリア、私とグレンはここでお別れです。これでは歩く屍も同然ではないかね。スノーホワイト、大丈夫ですか？問題ない。やはり最後まで連れ立って行った方が良いかね。マリアンの酔いが覚めたらまた人騒ぎありそうだ。いや、私たちにはそれぞれなすべきことがある。全員で固まっているのは効率が悪い。二人のするべきことに戻れ。それにマリアンの行く先を全員が知っている必要はない。そうですね。万が一脳のスキャンでもされたら危険ですから。まあ、だいたい予想はつくがね。これ以上は言うまい。最後まで頼む。ああ、また会いましょう、マリア。うん、頭が痛い。おんぶしてください、指揮官。マイロ。はい。貴様、一週間で着くと言っておきながら、もう二週間も経っているのだ。用意してあった料理も全部捨てて、いつ来るのかと城の外ばっかり見てたのだ。そうかと思えばひょっこり現れて、何のつもりなのだ。やむを得ない事情があったんだ。それはそのはずなのだ。でも連絡くらいよこすのだ。うるさくて頭が痛いです。 うるさい。今は大事な話をして。ん、この子なのだ。ああ、ひとまず入るのだ。お嬢様がお待ちなのだ。あの、待ってください、お腹が変です。どうしたのだ。道中何かあったのだ。多くのことがあった。早く中に入るのだ。大したことはできなくても簡単な応急処置くらいは。ごめんなさい。